学生じゃないですよ。一般のお客さん。女性の時には包丁はどうなんですか。包丁はまだ持ってますよ。ああ、はい。訓練っていうのはやってたんですかね。いろんな訓練って年に何回かやる、うん、こういうことを想定した訓練とかは、まあ、ないんですね。